ジョージ・アッチソン・ジュニアはアメリカ合衆国の外交官。1940年代のアメリカ合衆国国務長官として極東や占領期の日本で活躍したほぼ彼と同世代の人物にディーン・アッチソンがいるが、その彼と本校のジョージ・アッチソンとでは性の綴りが異なる1896年にコロラド州デンバーで誕生。1919年に カリフォルニア大学幕霊校を卒業。第一次世界大戦中は兵役を務めた。1920年に国務省外交局に入り、中国の北京公使館で通訳研修生として勤務。一行、主に極東関連の事案を担当した。1923年から1924年まで、中国の調査領事館で副領事。 1926年から1927年まで、カナダのノースベイ領事館で副領事。1927年から1934年まで、中国の天津領事館で領事。1934年から1939年まで、中国の南京公使館で二等書期間。1938年から1939年までは、 南京外交官地区管理委員長も務めた。空襲を受け沈没するパナイ号1937年12月8日、日中戦争の南京攻略戦により、日本は第三国人に対して南京からの退去を申し入れた。厚村大使官員は12月11日に合衆国艦隊の様子後継備船パナイ号で避難を開始。しかしながら、 翌12月12日、パナイゴは日本軍から空襲を受け沈没。アチソンらは大使館員は救助され、上海に搬送された。1938年3月11日、アチソンは南京へ戻ったが、その2日後に再び上海へ移動した。1939年、アチソンはワシントン DC 勤務となり、国務省極東部での内勤となった。 1941年から1943年まで国務省局東部次長。1943年から中国の重慶大使館で三時間となり、1945年に代理講使に承認。1945年、アチソンは上長であったパトリック・ジェイ・ハーリー、中華大使の業務命令に違反したとの権威をかけられた。 当時のアメリカ連邦議会では中国国民党政府を支持する勢力が強かった。しかしながらアチソンはそれに反発し中国共産党に対する武器対応援助を提言した。アチソンは同様の考えを持っていた極東局長ジョン・カーター・ヴィンセントと手を組みアメリカは中国共産党と良好な関係を築くべきであると干渉した。アチソンは 国務長官、ジェームズ・バーンズの擁護を受けたものの、最終的には、ハーリー中派の大使の要求により自宅謹慎となった。1945年9月7日、アッツソンは連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサーの政治顧問として、国務省から派遣された。バーンズ国務長官はアッツソンに対して、マッカーサーの動きを監視する役割も期待した。10月8日、 元内閣総理大臣、近衛文丸、高木朝香博士、松本茂春、牛場智彦と大日本帝国憲法改正に関し、初めて会合を持ち、12項目の米国側の改正項目案を示して、検討を開始。国務、陸軍、海軍賛成調整委員会が、日本の統治体制改革の指針を策定した1946年1月初旬には、 米国政府に対し、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞など報道メディアに関する簡潔な報告を行っている。同年4月18日、連合国軍最高司令官総司令部内に外交局が設置されたことに伴い、外交局長に就任。加えて、大使の地位も与えられた。1946年4月22日からは、 マッカーサーの代理として、対日理事会議長も務めた。1947年5月3日、日本国憲法が交付。7月26日には、国務、陸軍、海軍調整委員会が四省調整委員会と、解消した。アチソンが登場した、B、B-17 爆撃機の飛行経路8月15日、アチソンは、公務で、ワシントン DC へ戻るため、 B-17 爆撃機に登場して、東京を出発した。アッチソンを乗せた B-17 爆撃機は途中、エンジントラブルのためグアムでエンジンの交換を行った。B-17 爆撃機は3時間のテスト飛行を行った後、約 2000km 先のマーシャル諸島クエゼリン環礁まで飛行した。8月16日、 アチソンを乗せた B-17 爆撃機はクエザリム干渉を出発し、次の目的地であるハワイ諸島のワフ島を目指したが、8月17日、燃料切れによりワフ島の西方約 100km の地点で墜落した。アチソンの遺体は発見されず、8月17日に死亡したものと推定された。ありがとうございます。